研修動画コンテンツを作成して全社配信をしていたっていうのが最初の取り組みでしたでしょうか。日本全国どこにいても学べる環境っていうのを整えて学びの文化をこう醸成したいみたいな。主張としては在宅介護から、施設介護まで、フルラインナップでサービスを展開しているというのが、大きな特徴かなというふうに思っています。だいたいですね、在宅介護で言えば、600ぐらいの事業所が全国にございまして、で施設介護で言えば、470ぐらいの、施設ホームっていうのを展開しているような規模感の会社になっております。お一人お一人に合った介護サービスのご提供っていうのを最高品質のレベルで提供したい。複数の介護事業者が、吸収統合してですね、設立された会社になるんですけども、2万人以上の従業員がいる状況でしたので、効率的に、理念浸透だったりとか介護教育といったものを統一していくために、ファミリークリップを導入いたしました。法令で必ず行わなければいけない研修というものがございまして、全事業所でですね、きちんとコンプライアンスを徹底するという目的のために研修動画コンテンツを作成して全社配信をしていたというのが最初の取り組みでしたでしょうか。補修後研修ですとか、いろいろやってはいたんですけれども、やはり遠方の方はどうしても参加率が悪くなってしまったりですとかいう部分というのは実際ございました。日本全国どこにいても学べる環境っていうのを整えて、学びの文化をこう醸成したいみたいな選択肢が本当に増えた。特にですね、今ですとパーソナル版、携帯電話で見れるようなあれは非常に活用しておりまして、ご自宅でも自己学習されたい方に対してですね、しっかりと動画提供できるように今もしておりますので、そこはすごく今活用しています。出たくなるようになってきましたですとかそういったお声は多数いただいていて、実際参加数自体もですね、すごい単位で増えているような状況になっています。現場の管理者だったりとか、いわゆる指導者の、使いやすさだったりとか、私みたいなバックオフィス部門の人間にとっての使いやすさみたいなところが、リテラシーの高い職員ばかりではないので、非常に助かっております。多くの職員ってマニュアルを見るんじゃなくて感覚で多分操作ってすると思ってまして、そういう意味ではすごいインターフェースが分かりやすいっていうのは大きいかなと思っています。フットワークが非常に多分軽いご担当というのが非常にありがたくてですね、サポート体制っていうのはすごく弊社としては感謝をしているところ。やはりこうリアルじゃないとできないものっていうのもやっぱりどうしてもございまして、同期とのやっぱり横のつながりを作るためにはですね、やはりこうリアルでしっかりコミュニケーションをやっぱり取るっていう部分っていうのは、絶対にこうなくせないものかなというふうに思ってます。受講がしやすい環境をこれからはどんどん作っていかなければいけないと思っていて、そういう意味では今年度オンラインキャンパスを拡充したことだったりとか、ファブリクリップのパーソナル版っていうのを導入したことが、その環境の、拡充っていうんですかね、につながっているのかなと考えています。その職員がこれまで見てきた動画履歴なんかも踏まえながら、おすすめの動画が配信されるとか、動画での学習っていうのを楽しめるような、そんな仕組みを作っていけたらなと考えています。できるを増やす